ピュラウスタとは、キプロス伝承で火の中に住む大きな生え程度のサイズの生き物である。四脚の足と翼を持っている。火から離れると死ぬという。後世にはサラマンダーと混同されてしまう。ピュラウスタの名は実在の昆虫の属名にもなっており、ガの一種であるの名が赤にパイロウスタ族が設けられている。日本にも、 シソの害虫として知られるベニフキの名菓など十数種が分布している。実在の生物としてのピュラウスタは、ストガカの名菓赤に属するガの一種である。ピュラウスタ族はの名菓赤の模式族となっている。ピュラウスタは草原や草の多い庭園などの草地を好む。幼虫は多種類の草を食べ、その食事植物の葉を巻き込みながら地表近くにサナギを、形成、溶化する。ピュラウスタ族のガは、 およそ75種が記載されており、世界中に生息している。うち20種がヨーロッパ、さらにそのうちの14種が中央ヨーロッパに分布する。日本では13種が確認されている。パイロースタシュランク1802ファウナエウロパヤ、バージョン1.3、19.04、2007、アブジェローファニエ m ム17.12、2007、ピリリデインミテルーロパレッポフォレム EV、 エスチマンシルフでレッポフォーレムズフィワダイインドイッチュランド、オストライヒウントデアシュバイツナッシュジェビーゼノン、シュメター・リンザートン、アブジェローファニエーム17.12、2007、ファミリー・クランビデイツ・トガカリスト、MJ 日本産ガルイ総目録。ありがとうございます。